こんなんで実際に組み立っていきます。あのミラーとかね、ホーンとかね、あのそういうものが付けられます。前回の動画で保安部品を取り付けないといけないという話をしましたが、じゃあ具体的にね、どんな保安部品を付けなきゃいけないのっていうのを、まあ、簡単に説明します。一つ、まず方向指示器 M365 シャオミのキックボードには方向指示器ついてません。なんでこれ絶対つける必要がある。じゃないと原付として走ってたらね、警察に止められて、これはあの保安基準満たしてないよっていうので捕まっちゃうんで、まずそれ。それからホーンがあのベルだから、これも捕まっちゃう。なのでこれも電子式のホーンをつけなきゃいけない。あとはナンバー灯と尾灯ですね。尾灯、ナンバー灯は、まあ、今回ちょっと併用しました。まあ簡単なちょっと構造っていうので、そこはちょっと自作で LED の充電式ライトを買ってつけてます。あとはで制動灯はねついてるんですよね。で、あと前照灯もついてます。だからこの辺はクリアになってて、その4つかな、方向指示器とホーンと尾灯ナンバーと、このをクリアして、なおかつナンバープレートをマウントする。そうするとその障壁を越えて初めて、外に出れるっていうことですね。まあこれから具体的にね、改造どんなことやったのかっていうのを次に説明したいと思います。 Amazon で注文してたものが届いたんで、それを早速開けていきたいと思います。何かっていうと、ハンドルエクステンドバーを買ったんですが、全然アリエクスプレスで買ったのに届きません。なので急遽Amazon で買いました。価格は1580円でした。どんなになってるかっていうと、こういうパイプ材と、あとぐるぐる中にいっぱいゴムが入ってる感じで、すごい簡易的なものになってます。キックボードも付けていきたいと思います。こんなんで実際に組み立っていきます。よいしょ。あ、重たい。ここにつけたいな。ここにつけたいから向きはどっちでもいいかな。中にね、こんないろんないっぱい種類のスペーサーが入ってますね。これをつけたらブカブカなので、なんか1枚入ってる、こいつを入れますね。よくわからないね。今日コインランドリー行ったら謎の親父に絡まる。僕はテレビ電話をしてたらですね、通話中にもかかわらず絡まれました。まあ別に絡まれたこと自体は何の問題もなくて、ゴム2枚入れたらちょうどいい感じですね。ゴム板2枚入れて、これを挟む。で、こいつ組み立てまーす。ぐーっと、やっていきましょう。地味だな。それでね、コインランドリーに絡まれた親父の話の続きですが、いろいろ聞かれて、どうやってテレビ電話しているんだとかね。っていうのは僕、コインランドリーでフェイスタイムしてたんで、で、なんかすごい興味があったみたいですね。いろいろ教えてあげました。そしたらなんか親父も、いや、そういうの知らなかったから教えてくれてありがとうね、なんて言ってくれて、すごい良かったですね。というお話でした。お、バッチリだな。これで干渉しないな。よし。お、めっちゃいい感じだ。じゃあこいつがついたんでね、ようやくあのミラー、ホーンとかね、あのそういうものがつけられます。これどんどんつけていきましょう。うわ、めっちゃ嬉しいな。ミラーをつけよう。ミラーつけよう。なんか僕持ったの夢幅10のやつで、これ8ぐらいかな。閉まらないんで、モンキーレンチ、モンキーなんだけど、水道管閉めるやつだからな、ちょっとあるものでやるんですが、閉めにくいな。使い勝手があんまり良くなくて、買わないでいこうかな。これはあんまり良くないですね。うわ、なんか原付っぽくなったな。これをつけるだけで全然違うね。
しいから。よし、これでミラーがつきました。次はこいつをつけよう。最大の敵は干渉なんですね。でこれスロットルに干渉するから、もうちょっと内側に寄せる必要があるか。あのフィットしないときに加速したりして危なくて事故につながるんでね。いや、ここだな、ここしかないな。それで当たらなくなりました。こんな感じで着々と構造走れる仕様になってきたな。あとウインカーだな。でここで、改造がね、どれがちょっと大変だったかっていうのを言いたいんですが、一番大変だったのはあのルミボードっていう、やっぱりフランス製のね、あの方向指示器、これをつけるのが非常に大変だった。まあ取説はまあもちろんフランス語で、で当然読めないので、あの携帯のねアプリでその Google 翻訳っていうのがあって、それでかざしながら、まあ、読んだりだとか、あとはそのルミボードのホームページにその YouTube にね動画が載せてあって、そのインストレーションの動画があって、それはもうねサクサクって言って大体もう20分ぐらいで終わるのかな、で終わりますみたいな動画なんだけど、実際やるとね 4,5 時間ぐらいかかったかな。なんでもうそれがすごい一番大変だったかな。で本当はねハンドルのところに、あの今回ハンドルバーエクステンダーっていうのをつけたんですよね。なのでハンドルエクステンダーにね、こういうバーエンドタイプのに差し込むね方向指示器、これをねつければよかったんだけど、これ届くのがめっちゃんこ遅くて、ようやく来たんで、まあ、これをつければね早かったんだけど、だから方向指示器がねちょっと時間かかったかな。これもあのカチッてやるだけでね光るんですよ。これが使えればこれが一番早い。まあで方向指示器は大変だったのと、あとはナンバープレート、これがもうすごいめちゃんこガタ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 なるから、それを固定するのに工数を使いました。まあそれがね、できれば、晴れて公道走行できるという感じだったんで、まあでそれも全部完了してですね、いろんなところに行ってみましたので、次の動画ではねいろんなところ行った綺麗な動画撮れたんで、またちょっとそれを紹介したいと思います。今回の動画は保安部品の取り付けと、いよいよ公道へ出るぞっていうところでね、終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。じゃあねー、またバイバイ。